はい、どうもお久しぶりでございます。バッシーでございます。ですね、今回パワーウォッシュ、またやっていこうじゃないかと、思っているんですが、まだ飽きてないっす。まだ飽きてないんですよ。飽きてないんですけど、ちょっとね、やる暇がないというか、まあ暇ばっかりなんですけど、ちょっとやる気が起きなかったっていうね。まあなんかゲームってね、やっぱり、なんていうのかな。なんか、まあ昔ね、自分ちょっと個人的にめちゃくちゃゲーマーだった時期があって、そう、中学校のね、3年間ぐらいね、もうゲームに時間を費やしてた時代があったんですよ。で、それで、中学校の時にね、の3年間をね、それで、もう、人生を棒に振ったと言いますか。もう勉強もせずにね、ずーっとゲームをやってた3年間だったんで、もうね、そんなにね、ゲームに明け暮れるっていうね、ことがね、まあ、トラウマとは言わないですけど、ちょっとね、そういうのはね、あんまり、しないようにしてきてるんでね。あんまりちょこちょこゲームをね、やるような習慣がもうないんですよね。はい。なんでまあ、ちょっとね、ちょこちょこになっちゃうんですけど、まあ、このパワーウォッシュね、進めていきたいとは思っておりますので、よろしくお願いします。っていうのと、からの、まあ、ホロマックスシアターということで、ジョーズ19ですかね。まあ、前回なんか工事中だったところ、工事中 なんか改装中だったところですかね。それをちょっとね、やっていきたいなと、思っているんですが、なんか、このパワーウォッシュのバックトゥザフューチャーコラボのやつで、ちょいちょいね、動画とか、なんかサンプル、映像とかね、見てたんですけど、このホロマックスシアターをね、やってる映像っていうんですか、なんかそういうのはあんまりやってる人は見たことなくて、もしかしたら、多分、このホロマックスシアターぐらいのところから飽きてきてるんじゃないかなと。多分ね、時計台でみんな力尽きるんじゃないかなと思って。多分、このホロマックスシアターとか、やりたいっていう人があんま、ここからやらなくなる人がいるんじゃないかなってちょっと個人的に思ってます。はい。なんで、これはね、自分が、しっかりね、掃除をしていきたいと、思っておりますので、やっていきましょうね、皆さんね。はい。まあ、ちょっと説明書いてあるんですけど、まあ、いつも通りね、ちょっと、よくわからない、説明になるかもしれないんですけど、ちょっと読んでいきましょうか。船長屋さん、調子はどう？前回は楽しんでもらえたかな？映画レベルのジェット船上アクションをまたやってほしいんだけど。映画レベルのジェット船上アクション。そういう感じなんですかね。こちらはというと、続編2本の制作にゴーサインが出て、立て続けに撮影中。というわけで、あっちこっちタイムトラベルしている。1885年の西部の荒野。2015年の遠い未来、それに荒れ果ててしまったもう一つの現代もね、本当にどうかしてしまいそうだった。でも残念なことに真っ先にどうかしてしまったのは制作スタッフの方だった。の方だった。未来の昼バレー超広場の建設に着手し、立派な未来風映画館を建てたと思ったらいきなり汚し始めてね。それはまるで荒れ果ててしまったもう一つの現代のようだった。まあ、ここだけなぜかめちゃくちゃ汚れてるけどね。ああ、このままでは僕もどうにかなってしまいそう。とにかくへんてこな見た目をした汚い映画館があるから、誰にも真似できない極上の洗浄スキルで洗い流してくれ。よろしく頼むということで、まあ、じゃあ早速進めて、参りましょう。お久しぶりでございますね。やってまいりたいんですけど、まあ、汚れてますね。ストリートファイター6 アップデート完了してますけど、やっ
ていきますか。あ、なんかこれ隣のところもなんか改装し始めてるね。隣に、あれ、ん？あ、隣に行けなくなってるわ。あ、向こう側行けなくなっちゃってます。ここに隔離されてますね。綺麗にした時計台にはもう行けなくなってますね。ねえ、あそこ。はいはいはい。だからまあこれをね、まあ設置していくんでしょうが、これちょっと中も見ていく。これは中とかはないのかな、今回は。中はないの？外観だけかな？もしかして。外観だけかな？あ、これ中なさそうっすね。あ、ただ、上がめちゃくちゃめんどくさそうだね。あそこの、なんかここら辺とか。めんどくさそうだけど、とりあえず、とりあえずやっていきましょうか。まあ、柱からかな。おお、やっぱ気持ちいいよねこれ。なんかね、このゲームがね流行る理由はねちょっとわかるわ。あー、なんかね気持ちいい、やってて。でこのさ、ケルヒャーみたいなのってさ、一軒家じゃないとやらないじゃん、こういうのってねえ。ああ、めっちゃいいよね、あのこういうのね経験できてね。あー、はい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 、やい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 。でもさ、ぶっちゃけさ、これもさ、なんかまた早送り案件だよね。早送り案件だよねこれ。これじっくり見たい人いるのかな。やるのはいいけどさ、やるのはいいけど、これ見てるのはどうかなと思うよね。あれ、お、ポスターが出てきた。なんか細かそうだ。おおおおおお、ポスター OK。 はい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 。なんかこの電気のところすげえ難しそうだな。あ、なんかこれ細かいぞ。なんか前回のさ、時計台のやつよりちょっと細かい気がする。これ時間かかるかな、やっぱり時間かかるだろうな。2時間ぐらいかかるかな。邪魔だな、これ邪魔だ。この地面めんどくさいね、地面。あー、まあこの柱についてはね、さっきの時計台でもうやり尽くしてるからさ。はい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 。おい、この溝が、おい、やっぱりこれあれだよね、端っこからさ、端っこからちゃんとやっていくのがさ、ベストなんだよな。でもなんか違うところでやりたくなっちゃうよね。ここの溝がかなりあれだね。これ裏側からこう、今のうちにこうやっといた方がいいかもしんないね。特殊効果チームが映画に施した
特殊な仕掛けがあるんだけど試してみたくない？試してみたいっすよ。試してみたいっすけど、道路の上に描かれた特殊なマーカー、道路の上に描かれた特殊なマーカーの上、来た来た来た、ははは、これおいおいおい、なんだよ、あ、これあれなの、もしかして掃除する前に体験できるの俺掃除してからこれさできるのかなと思ったけど、いけるじゃん、ほら、ははは、お、これいいわ、あい、おい、いや、これはこれいいね、おい、この電気の裏側とかやんなくてよかったんだね。なんかもしそうだったらなと思ったんだよな。まだこれ天井から天井に登ってやるとかそんなんじゃねえよなと思ってたんだけど。これで 50% って怖いな。1時間ぐらいか。まあ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 、下はいけてるかな。オッケー。これで上の方行きますか。どこに設置できるんだ。ここら辺行けた。いやー、これは酷だぞ。いやー、これ裏とか、え、これまさか裏とか行かないよね。そこの、この看板の裏みたいな、え？え？どうやってやんだあそこ。もう一個上に登ってやるのか。マジ？うわー、これ結構酷だな。うわー、ここ飛び乗れんのかな、もしかして。ここ飛び乗れるか。飛べるのかな。飛んでみる。ちょっとある程度やってからにしようか。めんどくさいからめんどくさいからある程度やってから。だってこっちの裏側とかこれ飛び乗らないと結構むずいよね。こっからこうさダッシュしてさ
いけた。あ、いけたわ。普通にいけた。飛び乗れちゃったわ。じゃあついでにやってしまうか。じゃあさっきのところも飛び乗れるな。予想その2、ホバーボード。正直これは怪しい。かなり疑問だわ。なんというかもう流行ってるし、板にホイール、そんなまさか。ちょっとよくわからないな。ちょっと会話の内容がよくわからないんだよな。急に出てくる割に、なんかもしホバーボードがあるならホバーシューズだってもちろんあるわよね。ちょっとよくわからない。何を言いたいのかよくわからないんだよな。どうかさ、2015年はホバーシューズがありますように。その頃はね、50歳だから。お、どっから持ってきた。いや、どっから持ってきたんだよ。いらない、いらない。そっちかい。もう。もう。予想その3、ジョーズ19。なんか汚れなんだか柄なんだかちょっと分かりづらくよいな。ここは何とも言えないわ。何が何とも言えないの。でもサメ映画なら誰だって見たいわよね。話はいくらでもありそう。いや、まあ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 、そりゃねえ、サメが人を襲う映画っていうだけのコンセプトなんだったらいくらでもできるだけど、ハンマーヘッドシャークとかまで広げたらなおさらね。まあまあまあ、それ何でもありよ。スペースシャークとかさ、何でもありになっちゃうよそれ。で、3作が限界じゃないかしら。まあ3作もそれなりだけどね。それ以降はさすがにちょっとバカバカしくならないか。まあその何いわゆる、え、それってあれ、ターミネーターとかロッキーの話してます。まあまあちょっと程度は違うかもしれないけど、ハリーポッターとかね、まあ、ちょっと長すぎるっていうのあるかもしれないよね。おーい。急に来ました。おお、ここだけ別物だったのか。これ何なのっていうか、サメのサメ肌これ、なんかビニールかぶってるこれ。実際もそうなんだったっけ。来たね来たね。この金色の何なんだろう、なんだろうね。映像は映像を出すやつかな。あ、でも何気に 85% まで来てます。 87% まで来てる。でもこれキラーンってならないな。ならないってことは上からも狙わないと多分汚れが落ちない。やーつ、まだ、あれ、そっち側もある。あー、うわー、もう壁壁壁。え、この上もあれかな、あのはしごじゃねえわ、あれでいけるか。おいおい、おいしょーい。どこに立ってんだよ。毎回言うけどさ。おい、おお。あ、まあこれでよかったってことか。まあこっちは、ここの奥はあれでいけるか。あ、ちょっと待って。うわ、ここの溝。めんどくさい、めんどくさいよ。うわ、めん
どくさいところが汚れてるな。もうまたこれ、これがキーンってならないね。あ、なった。あー、じゃあやっぱさっきのやつもあれだわ、上から狙わないとダメだ。お、オッケー、オッケー、あぶねー、来た来た来ちゃった。なんか横から見るの面白いな。上手。さあ、まあこれはちょっとね、そろそろヒントを、ヒントかな。ジョーズ19の看板、アーチ、エントランスのシーリングライト、エントランスの飾り柱、タレットの窓、劇場ポスター、へー、壁アーチ部分、カーテン、壁だ、結構やってないな。路地側のレッジ、壁のトリム、ちょっと上から片付けていくか。かー、ジョーズ19の看板で、ここだよな。あー、そこか。これ結構、細かくない？細かくない？これ。確かにこれチリーンってならないから、いやー、うわ、あー、はいはい、アーチってさ、アーチってさ、アーチってここら辺だろ。あ、ここか。うわー、はいはいはい、ザリバシラ、エントランスの柱、あ、ここか、看板って、あ、こんなにやってなかったか。あと2本もやってなかった、ここ。どこだ？あ、あ、そう。これさ、どこのアーチだかがわからんね。オッケー。あ、オッケー。一体どこが汚れてたのかもわからん。
タブレットの窓。いやー、なんかね、俺ここ怪しいなーと思ってたんだよねー。 OK、 あ、いけたわ。あ、違う、こっちに出てるんだよね。路地裏のやつ、壁、カーテンって何？ここかな？これ？あー、でもやっぱりね、さっきね、これが、確かに、なんかね、ここがね、チーンってなってねえなとは思ったんだよね。多分ここら辺だと思うな。ほら、路地裏のレッジ。レッジって何？あ、これ何？あそこか。これだ。オッケー。急に来るんだよな。急に来るのよ。はあ。おおほはい、うわー、はい、じゃあちょっともう疲れたわ。いやー、でもね、ほんと2時間ぐらいだね。ほんと2時間ぐらい。やっぱそんなもんだね、1個ね。うん、はい、じゃあとりあえずこれは終わりにするので、次回、次で最後かな。お、やってるやってる。はい、次で最後かな。次、そうでしょ、これだよね。機関車型タイムマシン。はい。これを、次回やって、多分これが最後だと思って、まあ、これが多分、一番きついんだろうね。きついだろうね。3時間覚悟しないといけないかもしれないんで、また次回、お会いいたしましょう。See you!